のぶつけ合いってことでいいのよね。やったー！私たちの敵じゃなかったもんね。結局どうすんだ、椅子やっちまうか。ここは私に任せて。なるほど、兵士のふりをして潜入するわけですね。で、私に捕まったふりをすればいいのよ。なんだそいつらは。侵入者だ。あの妖精の娘を助けに来たんだろう。フェアリーテイルか。陛下も国防大臣もいないし、牢に入れておくしかなかろう。了解。おい、牢はこっちだぞ。あ、すまない。ここに配属されたのは最近でな。うまくいったな。姫様、今が好機かと。そうですね、始めましょう。エクリプス2計画を。ここに。ねえ、精霊の鍵見なかった？
兵士に持ってかれちゃったんだけど。お願い。よし。ぶっ壊せ、離れてろ。あとはどうやって
って脱出するかね。できることなら誰にも見つからずに城を出たいな。あの、待ってください。雪の？エクリプス計画は今夜実行しなければなりません。大臣から指揮権を奪い返す必要がある。力を貸してくれないだろうか。なんで俺たちがやんなきゃなんねん。人類の危機が迫っているのです。エクリプスを起動しなければ。まず姫に会われるがいい。その上でエクリプスが正しいかどうかは。そういうんだったら仕方ねえか。考えるのは後、姫に真実を問いただしましょう。誰だお前。姫様、大変です。ま、やはり。ダートン、陛下と共にドムスフラウに行ったのでは。それはどういう意味です。あなたこそ裁判を待たずにアルカディオスを投獄するなら。そこまでお見通しでしたか。さすがです。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。これは誰にも言ってはならないとあなたには話しておいた方が良さそうですね。エクリプス2計画、これが本当のエクリプス計画です。この計画が失敗すれば明日。なりません。私とてあの方の言葉半信。あの方は未来を知っています。大魔党演武の結果を知っているのです。あるギルドがありえない結果で優勝すると聞いています。特殊な結果ゆえ予想は不可能。もしもこの結果が現実になることがあれば、それに足る結果なのです。私は未だにその結果を信じられないのです。あの方の言う未来は全て真実と言っても良いでしょう。私はあの方は未来から来たと言ってました。鍵はすでに用済みです。昨日のうちに12の鍵を使いエクリプスの女王を外し、あとは扉を開くだけです。人間の手で。私一人では無理です。だからあなたの認可と扉を開くかどうかは大魔党演武の結果次第。今は大会を見守りましょう。フッ。
して。その声、え、君はルージルーシーがもう一人、どういうことですか。ジェミニじゃないですよね。エドラスとかそういうのじゃ。時空を超える扉、エクリプスのことはもう知ってるよね。エクリプス、まさか。あんたはエクリプスを使って未来から来たの。なあ、そんなバカな。私の記憶だとね、牢を脱出した後みんな王国軍にまた捕まっちゃうの。だからその前に知らせようと。未来のルーシーが体験した事実というわけか。何言ってんだ、あんな奴らに捕まるわけねえだろ。そうね、さすがにやられる気がしないな。私たちは逃走中にエクリプスに接近しちゃうの。そのせいで魔法が使えなくて全員捕まっちゃう。そりゃドジだな。運が悪かったとしか。あの時が来るまで私たちは牢の中にいた。あの時、あのルーシーさんはどうして未来からやってきたんですか。最悪の未来を変えるため。最悪の未来だ。一体あなたのいた未来に何が起こったのですか。この先に待つのは絶望。1万を超えるドラゴンの群れがこの国を襲ってくる。町は焼かれ、城は崩壊し、多くの命が失われる。じゃあそりゃ声が大きいぞ。大変だ。1万を超えるドラゴン、なんでそんなことに。もしかしてドラゴンのお墓と関係あるのかな。どうかしらね。なんということだ。とにかくこうしちゃいられねえ。戦闘準備だ。戦うの？無理があるよ。みんな信じてくれるの？嘘なのか。違うけど、こんな話誰も信じてくれないんじゃない。なんでルーシーの言葉を疑うんだよ。未来の自分ながら情けない。もっと仲間を信じなさいよ。自分に説教を。でもそうだよね。これでつながったわ。崩壊するメルクリアス、城の中で歌う、いいえ泣く。ねえ、ドラゴンが来た時同じ城の中にいた私。シャルル、さしてあげよう。多分私たちは死んじまうのか。そんな、ミラたち死んじゃうの。私といたから、不運にも。何日経ったか覚えてない。目を覚ました私はエクリプスのことを思い出した。起動方法なんてわからなかったけど、無我夢中で扉を開けた。過去に戻れるかもしれないって信じて。そしたらね、本当に過去に戻っちゃったんだ。791年7月4日に。4日ってつい最近じゃないか。エクリプスって
そんなちょっとしか過去に行けないの？わからない。一部壊れてたからそのせいかもしれないし。姫に助言をした謎の未来人とはこいつのことだったのか。しかし気になるな。町は大魔党演舞を撮影してるラクリマがそこら中に配置されてる。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。ジェラール？彼には全部話してある。今対策を練ってるはずだから。対策を練るって？ごめんね、私は未来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるか分かる。やはりお前がそれの四日に来たというのも嘘だ。本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。今日までどうしていいかも分からずに。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな、俺たちの未来のために。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの子、これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改めエクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先に進みましょう。アルカディオスさんがいません。何？なんで勝手なことするかな。アルカディオス。姫はどこに？すでにエクリプスのところか。確かめねばならないことが。あれは嘘をついている者の涙ではない。嘘をついているのは姫の方だ。また出てきやがった。やるしか。アルカリオスさんを探さなきゃ。さて行くわよ。アルカディオス様、ここに集まっているのはすでにエクリプス2のことを知っている者たちですか？ええ、今すべての兵に情報共有させています。あの未来から来た方の言葉は真実でした。これよりエクリプス計画は第二計画に移行します。ゼルフ教を消滅させるための第一計画は？いいえ、今は目の前の脅威を取り除くのです。我が主君の言葉を疑うなど騎士道にあってはならぬ。あなたの言葉が正しいとき、私は一瞬でも我が主君を決め真実を語ってく。アルカディオス様、これは一体。私は姫の言う未来人に会いました。これから起こることは知っていたか？いいえ、あの方ははっきりと対処法を私に示しました。ではその未来人が嘘をついていると？私には彼女、
私に助言した未来人は男性の方でした。そうか。ジェラール、俺はこんな単純なことを見…どうかしたの？未来のルーシーは7月4日に来たと言った。しかし実際には3日の24時。毎年謎の魔力を感知しているのに、やってきたのは最近？いや、7年間我々が感知していた魔力の正体。今年はそれが人間だった。エクリプスというゼレフ書の魔法を使って未来からやってきた。そのためゼレフに似た魔力が体に残留してしまったんだ。もし未来から来たルーシーの話を全て信じるなら、ならば7月3日の夕刻に見たルーシーは、俺が3日の夕刻に見た人影はルーシーではなかった。もう一人いたんだ。もう一人いた？どういうこと？そいつもエクリプスを使ったせいでゼレフに似た魔力を帯びている。ルーシーは未来を救うために来た。もう一人は何？もう一人の未来人。さて次は、お前誰だ？影が伸びる先は過去か未来か、人の心か。懐かしいな、夏ドラグニー。俺はここより先の時間から来たローブだ。ローグ？あのセイバートゥースの？未来から来たっていうの？私以外にも？なんで？お前、な、何しに来たの？未来の扉を開くた。エクリプスのこと？エクリプスには2つの使い道がある。もう一つは攻撃用兵器、エクリプスキャノン。1万のドラゴンを倒せる？じゃあ話は早えな。味方ってことじゃねえか。やった、ドラゴンを倒せるんだね。未来は救われるんですね。いや、話はそんなに単純ではない。俺は今から7年後の未来から来た。7年後、世界はドラゴンによって生き残っている人類は1割にも満たない。もちろんエクリプスも現在ほどの力を持っていない。今ここでドラゴンを止めなくば、この世界は終わる。だから扉を開けてぶっ放すんだろ、ドーンって。単純で、しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを邪魔する者がいた。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かいエクリプスキャノンを世界を破滅へと導く者がいた。俺はそいつを抹殺するために。うそね、その人にも事情を話せば邪魔なんかしないんじゃないかしら。何も殺す必要はない。大きな時の接合点では言葉で行動、たとえ今説得できたとしても、そいつは必ず扉を閉める。決まっている。運命からは逃げられない。生きる者は生き、死ぬ者は死ぬ。扉を閉める者は扉を閉めるのだ、たとえ何があっても。よくわからねえ言い回したな。つうか、その邪魔者ってた、お前だ、ルーシー・ハートフィリア。ルーシー、
ルーシーが二人だと。しっかりして、ルーシー。私、扉なんて。分かってる、私はそんなこと絶対しない。なんで自分をかばったの。あんたの方が過去の私だから。自分に見取られて死ぬのって、私だって変な感じよ。死なないでよ。もういいよ、二度と会えないと思ってたみんなに。ルーシー、嫌だよ、死なないでよ。私はこの時代、ううん、この世界の人間じゃない。悲しいよ、どこの世界から来ようと、誰が何と言おうと、ルーシーはルーシーだよ、仲間なんだよ。悲しいに決まってるじゃないか。ギルドマーク見せて。あんた、右手。ナツ、見て、フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃった。もっと冒険したかったな。未来を守って。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ、私はそんなこと絶対しない。今はな。だが私は扉なんか閉めない。めちゃくちゃなこと言って、あんた何が目的なの。扉は閉まる、そう決まっている。未来の私が閉めないって言ったんだ。私は自分を信じる。お前の言葉に真実などない。全ては運命。運命なんか焼き消してやる。ルーシーの未来は誰にも奪わせねえぞ。未来を守って。約束する、ルーシー、ここから離れろ。でも、ここは夏に任せよう。狙われてるんだよ、あいつから逃げなきゃ。逃がすか、シーハートフィリア。あなたが、私たちがここで止める。邪魔だ、まずドラグニュー。お前を殺しても歴史に何の影響もあるまい。お前、そんな奴だったか。歳月は人を変える、ここで死ぬ、夏ドラグニル。お前は俺の目の前で大切なものを奪った。お前のやり方は信じねえ。俺は俺たちのやる。それがお前の力か、モード、ハクエル。これが光と闇の相続性、スティングを殺して奪った力だ。と言って、この時代から見ればもう少し先の話だが。お前、そんなに。そう、お前もここで死ぬ。お前がどんな力を持っていようが、ここから先へは行かず。もう二度とルーシーには近づけさせない。ハクエルの真相、テイクオーバー。力の
合いってことでいいのよね。迎撃に備えてエクリプスキャノン発射シークエンスに移行します。姫の意志。ドラゴンの進軍状況は。西方東方の観測所、いまだ敵影なし。住民の避難の方は。兵士たちが順次誘導しています。願わくば一撃で全滅させたい。これだけの魔力再装填には年単位。すごいところに出くわしちゃったわね。扉が開くとこみたい。隠れてる必要はない。ウィレたち何も悪いことし、あんたと大臣が一緒にいるってことは。フェアリーテイル、この度は申し訳ありませんでした。今は緊急事態のため正式。お姫様だ、シャルル。それと大魔党演武優勝おめでとうございます。優勝皆さん、さすがだな。なんで扉を開いてるの？まだドラゴンは来てないのに。ドラゴンのこと。ええ、彼女らも事情は知っています。そういえば殺された、もう一人の未来から。その男は言ってた。私が扉を開くのを邪魔したせいでエクリプスキャノンが撃てなく。だから君を殺そう。邪魔をするのですか？そんなことしません。だけどどうしてドラゴンが来てないのに扉を開いているのか気になるんです。単純なことです。砲撃までに時間がかかるからです。ドラゴンが現れてからの開門では間に合いません。言えませんが、最悪の事態に備え陛下も策を講じて。というわけで大魔党演武の余韻に浸る暇もなく大変心苦しいのだが、今この国は存亡の危機にある。
万のドラゴンですと？今城では大規模な作戦が遂行されておる。エクリプス計画、この作戦の目的、しかし相手は大軍ゆえ必ず数頭、あるいは数百頭か。魔導士ギルドの皆さん、どうか私たちに力を貸して。この通りです。おう、当然だ。任せとけ。私たちの仲間が無事です。さっき姫と合流したとの報告が。よし、もう一暴れするか。ドラゴン、俺たちの出番ってわけだな。頑張れ、スティンガガン。クラウも応援する。全てのギルドの意志が一つに。いいや、みんな戦うのだ。お前との共闘も懐かしいな。足引っ張るなよ。ウェンディは無事なの？おそらく大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう。希望の扉が開く。勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。ヒゲがピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に。これで未来は救われるんですよね。うん、未来から来たルーシーさんも浮かぶ。ルーシーさん？ダメ、扉を開けちゃダメ。今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐ。その扉を開けちゃダメ。ルーシーさん？どうしたの？急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これは大群のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられるぞ。あの扉は400年前とつながって。すごい地響きだ。みんな、嘘だろ。扉からドラゴンが。これほど。嘘だ、こんなの壁。もう一頭出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの？早く！そこの台座で。このトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんですね。また一頭現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらない。次から次へとドラゴンが出てくるよ。なんで、なんで扉が閉まらないの？私の選択のミスで世界が終わる。私は
そんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って。だから私は未来。この地響き。夏、しっかりして。どうしたらいいの。行かなきゃ。約束したんだ。未来を守る。私の相手に務まるかしら。こんなんじゃ足りないのよ。おりゃ、よっしゃ、いっちゃいくか。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。精霊魔導士の力が足りない。私がいます。雪のルーシー様、王道十二門の鍵を出してください。私の鍵と合わせて精霊で。ルーシー様、わかった。鍵が王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して。開け十二門の扉。ゾディアック。すごい、全部の精霊が。お願い、どうした。やった。喜ぶのはまだ早い。何頭のドラゴンが出てきた。七頭です。やってくれたな、ルーシー、雪乃。だが7頭もいれば十分。夏はどうしたの。正直、1万は制御しきれん。何の話。あの方は私に未来を告げ。奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか最初から。よく聞け、今より人の時代は終わりを告げる。これより手始めにこの町にいる魔導士。ドラゴンがあいつの言うことを聞いて。さっき制御とか言ってたが、まさか。ドラゴンを支配する秘術、双龍。あいつの目的は何なの。こんなことに何のメリットが。ここはお前に任せるぞ、ジルコニス。そうな人間どもだ。あいつはドラゴンの墓であった。
アトラス・フレイム、貴様に地獄の炎を見せてやる。夏ドラグニル、街を見ろ。お前の目的は何なんだ？7年後、世界はドラゴンによって支配されていると言ったのだが、それはエクリプスからやってきたドラゴン、支配者の名はアクノロギン。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日、俺はドラゴンを操る秘術を編み出したの。アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか？それだけではない。アクノロギアを倒せば俺がドラ…お前支配する側に回るんだ。お前は本当に運が…聞こえるか！メス流魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞ、ドラゴン狩りだ。エクリプスを通じて2人の未来人がやってきた。1人は私、もう1人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させこの時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は10000のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして二つ目の未来、これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことでドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後、アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは10000のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきてこの世界は大混乱に陥った。行くぞ、ドラゴン。無駄なことを。みんなを守れるなら人間じゃなくて、マザークレイ。ナッツの声を聞きましたね。ドラゴンを倒せるのはドラゴンスレイヤーが、それぞれドラゴンが、他のメンバーは小型の撃破をお願いします。ローグ、他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーのいねえ、ナッツさんの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない。スティング君、感情のないセーバートゥースは終わったんだ。